こんにちは。今日お話ししたいのは、若返りたい、美を綺麗な状態でいたい、アンチエイジングしたいっていう方は、こうお尻をですね、ギュッと、お尻をギュッと締めると若い状態が続くっていう、まか不思議なお話をさせていただきます。本日紹介したい本は本書です。じゃん、元気になりたきゃお尻を締めなさい、船瀬俊介先生の本書を紹介いたします。もうこのまんまなんですね。タイトルにあるまんま、まあ、よく聞きません？私も小学校ぐらいの時に、結構もう60ぐらいの、まあ、女性の先生がですね、こう若さの秘訣はみたいな、いろんな人から言われていて、でその方がもうお尻をギュッと締めることが何よりも大事っておっしゃっておりました。で、まあ何十年も経ってね、私はもうこの本書を読んで、何がね大事なのか、なんでお尻を締めるといいのかっていうことが、まあ、簡単に説明すると、その鍛錬とか、わかります？こう瞑想とかされる方はわかると思うんですけれども、体の中心の方、中心部ですね、本当に中心部の方にこう、まあ、チャクラとかいろいろ言われてるんですけれども、そこをに力を入れると、まあ瞑想するときにいいとかいろいろ言われていて、そのお尻に力を入れる、でそれで立つとですね、おへそとそのお尻の間のところ、そこがまあチャクラの一つらしいんですけれども、そこにこう力が入るんですよ。でそれによって、そのまあ平たく言うと、こうインナーマッスルもこう維持されていたり、あとは姿勢も割と良くなるんですね。でそのギュッて締めることによって、こう筋肉もギュッと締まる、なので従ってこう若さを保つことができる一番簡単な方法で、本書にはですね、まあ、1日10回そういう風に意識しながら、私座りながらやってみたんですけれども、座りながらはあんまりね、そのおへそとお尻の間、こう真ん中のところにあんまり力入んないなって思っていて、ただ立ちながらやってると、あ、確かにめっちゃ力入るわって思いました。普段使わない、ほんと体の中心のところに力が入るので、これね絶対効果あるなって思いました。私自身ね、まだこれ始めて1週間ぐらいしか経っていないので、なんともまだまだ言わないんですけれども、確かにお尻に力を入れると、あらゆる、何ですかね、お腹、下腹部ですよね、下腹部の筋肉が鍛え上げられるので、まあ、この本チャンネルをご覧の皆様はね、もうすでに実践されているかもしれませんが、めちゃくちゃいいと思います。で簡単にいつでもどこにいても開始できることですので、でね、これやり始めると結構ね、自分のお腹にも力入れてて、入れるようになって、あ、お腹出てるなと結構意識するようになるんですよ。で筋トレとか、あと、まあ、ボディービルダーとかもそうですよね。そこを意識するっていうだけで、そこの筋肉量全然変わってくるんですよ。ここを鍛えるって思ってやってるのと、その同じ作業でもそういうふうに意識しないで筋トレをしているのでは、やっぱ意識している方が明らかにそこの部位の、まあ、筋肉量が増えるって言われてるんですね。なのでそのお尻をギュッて締めるっていうこともそうなんですけれども、それと合わせてこう自分のお腹とか気になっているとこ意識するだけで全然変わってきますので、ぜひ一緒に継続できればと思います。本日お伝えしたかったのは、まあ、元気、またアンチエイジングにはお尻を締めましょうっていうお話でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。